はい、ということで始まりましたストイックお笑い塾でございます。はい、はい、よし、おー、ひょうきん。今回はですね、はい、モノボケをやらせていただこうかなと。モノボケね、難しいんだな。難しいですよね。難しい。やる機会はもうしょっちゅうありますから我々。確かにね、はい、あるあるある、はい、でもこれモノボケどうですか、得意ですか皆さん。僕はあんまり得意じゃないです。僕もです。僕は苦手ですね。なるほど、じゃあ強くなりましょう、今日きっかけに、ね、今ここにちょっといろいろものがあるんでね、はい、ものもなんかみんなで寄せ集めたね、はい、普通のものですからね、ガムテープとか。本当に日用品ですよ。ピストルとかヒゲ剃りとか、かぶってきた帽子だからなこれ、はい、それでまあモノボケってそういうもんだもんね。いや、そういうもんね。それをどう立てるかの、いかに発想で広げるかっていうところですから。いや、コツ教えてもらいたいわ。うん、やってみようか。じゃあやりましょうかね。はい、じゃあ中峰さんお願いします。シフォンケーキ2夜連続って、どういうことですか。マグロみたいなマグロみたいな新しい、あの石原軍団がやる、あのパティシエの話が2夜連続であるっていうボケです。え、ちょっとさ、マグロみたいなっていうのにマグロがよくあるんですよ。マグロ2夜連続って知らない、あの、なぜ渡里哲也がやってた。ちょっとどうしたらよかった。どうしたらよかった。単純にも知らなかったっていうのが。そうですね、マグロ知らない。30以下とか知らないでしょ。でも、ああ、そうだね、30以下にはちょっと自信持っては言えないね。あ知らない、マグロを知らなくて、はい、俺が急にシフォンケーキ2夜連続って言った時はどう思ったの。いや、なんかシュールだなって思った。そうですね。なんだと思った。一応は当てはめだったんだけどな、パロディーというか。ちょっと1個じゃいいですか。はい、はい、じゃあ、いきます。はい、なんだ、お願いします。ヒゲ剃りね。アイデンティティ殺し。はい、ハリネズミの針をちょっと剃ってやろうっていう。なるほど、なるほど。個性を潰してやろうっていうやつです。シンプル。あの、はい、アイデンティティの意味がわからんかった俺。なるほど。そのアイデンティティが個性だっていうのが入ってこなかったな、一気に。アイデンティティって個性なんですかね。俺もちょっとよくわかんねえで言っちゃったんですよ。そうなのよね。アイデンティティ何？アイデンティティって何ですか。まあなんかでも僕も雰囲気でそういうことかなと思ってる。なんかそんな醍醐味的な意味だと勝手に思ってる。なのかな。言葉はもちろん知ってんだよ。聞いたことあるんだけど、はい、意味直訳なんなのって言われた時に俺がピュッて出なかったな。やる直前まで悩ましたもん、そこの言葉。個性にするか醍醐味にするか。でもなんか響き的にアイデンティティの方が面白いかなって。そうですね、殺しというよりも確かに、うん、そっか、醍醐味殺し。醍醐味殺しは音的に悪いな。そうですね、はいはいはい、うん、まあ発想的ではいいよね。醍醐味っていうんだったら、まあその後言い方も醍醐味殺してますっていうのが、はい、ああちょっとな、マグロ2夜連続の言い方によってな。寄ってないでしょ。寄ってないよ。寄ってないよ。アイデンティティ殺し。寄ってないよ。2夜連続っていう。寄ってないわ、絶対に。引っ張られてた。当事者じゃないけど言いますよ。寄ってないですよ。いやいや、引っ張られた。憧れてたな、憧れてねえわ。モノボケ、これでもめちゃめちゃ毎回のように出てきますよね。確かに見ますよね。あ、そうなんだ。いや、これすげえモノボケで見る気がすんな。小道具として。モノボケで見る回数が超えてくるかもね、料理で使うことかもしれない。でも必ずと言っていいほどなんか思いつくのは本当この涙的な、あ、鼻水があった見る気がする。なんかそれじゃないの。あ、いける、チェクター。あ、じゃあいきます。あ、じゃあお願いします。リーゼントリボルバーのハリネズミちゃん。聞こえにくかったんじゃない、ちょっと。なんか、言い方が。すみません。ちょっと自信のなさが現れました、ね。何リーゼントリボルバーのハリネズミちゃんです。いや、もう、面白いな、面白いな。でも、自分で笑いながら言うの反則ですよ。すみません。釣られちゃう。なんか、面白かったというよりも、恥ずかしさがボロ勝ちしてしまって。なるほどね。でも、これで、また手法の話だけど、はい、いいかもね。それさ、モノボケで結構逃げ切れるんじゃない、はい、逃げ切れますか。だって、ね、リーゼントリボルバーのハリネズミちゃんでしょ、はい、だから、なんでもありますよ。ああ、なるほど、なるほど。もみあげマイクのハリネズミちゃん。はいはい、確かに。確かに。自由性がすごく高い。司会はハリネズミちゃんっていう、みたいな、はいはいはい、そういう何、ああ確かにシリーズが言い方をハリネズミちゃん、ハリネズミちゃんに何かさせればいいわけです。強引パターンね、はいはい、
確かに何でもいいな。ハリネズミちゃん出かけますよとか、お出かけですよみたいな。ああ、そう、今のところで、なるほど、その、物が変わっても、今可能性広げた感じで、そのパターンがありなんだったらっていうので、うん、なんか、なんとかはめれそう。なるほど、なるほど。早くも革命起こしました。いいね。もう全部いけんじゃん。いや、全部いけます。ねえ、ハリネズミちゃん。ハリネズミちゃんにやらせれば全部いける。全部いける。ね、行きだね、ハリネズミちゃんですね。それまた種類が違うような気がするけど。変わってきましたね。すぐちょっと20回ぐらいそのハリネズミちゃんやった後に、今度はどうですか？もちろん、ハリネズミちゃん。なるほど。確かに。なるほど。あ、これは1個。確かに。じゃあ、1個手に入れたのか、うん。困った時に出せるやつは1個もらえたのか。なるほど。流れで、ね、できるから、結構それだけでちょっと持つぐらいの。うん、はい、じゃあ中峰さんお願いします。トロッコ来た、トロッコ来た、トロッコ来た、ガッチョン、曲がれ曲がれ曲がれ。いや、わかります、あります、トロッコの、うん、あの連携使える。あります。ちょうどあのインディ・ジョーンズみたいな。わかります。これです、僕 の10年間やってきたやつ。あの棒状のものを探して、トロッコの連結っていうのを、ずっとやってた。シチュエーションすらも同じなんですね。沖縄の時からずっと、なるほど。トロッコ来たって言って、受ける時も受けない時もありました。いや、何の王国なんですか。いや、言い方面白かったよ。そうですね。その辺のおっさんみたいな感じの。なんか、絶対あっちが主役やのに。っていうのはいいですよね。なんかこの、切り取ったところが。緊張感のなさは。傘とかでもできるからね。はい。大きとかで、そうですね、大きのもありますもん。曲がれ曲がれ。こっち震えてるとこで。イベチェンしてみました。なるほどね。ああでもいいっすね。これもだからあれだよね、結構物を選ばないというか、はいはい、そうですね、身につけたり持てたりすればいけるわけだから。そうそうそう、これも重ねていけますよね、次可愛くなったりとかも、うん、あ、じゃあちょっと行っていいですか、ね、はい、じゃあ行きます。はい、びっくりしたでしょ、まだ何も思いついてないんですよ。なるほどね、いろいろ装備しといて、はい、なるほどな、完成してそうな、なるほど、ありだな、ね、人を選ぶ気がするな、これは。そうですね、なんかね、チェクターとか、まあ、ファラオもいけるかもしれないけど、はいはい、俺やっても受けなさそうな気がする、ね、あーあー、そうか、人、いや、人柄の面白みが出ないと、はいはい、滑る気がした、今の。怖かった、怖かった。そのリボルバーのやつは、はい、あ、俺も今度やろうって思えたけど、はい、今のはようやらん。思いついたやつは怖い、なんか逃げたと思われそう。あ、でも確かにそうですよね。だから受けなきゃなんだよな。